このレッスンでは Creative Cloud イ,イルスを使ったコメントやバージョン管理の機能について解説します。はい、それではですね、今画面の方にはブラウザが立ち上がっていて Creative Cloud f i l で共有しているイラストレーターのファイルですね。えー、これが表示されています。はい、で、これをですね、開くとブラウザの上で内容を確認して、えー、様々な人とですね、共有することができるという形になっています。 はい。えー、書類を共有したらですね、当然その中身についてディスカッションが必要になるわけなんですが、えー、わざわざですね、メールだるとか、他のメッセンジャーなんかを使わなくても、実はここの画面上でですね、それを行うことができます。はい。ここの部分にですね、詳細というところと、アクティビティという、こうタブの切り替えが可能になってます。詳細になっていると、このファイルについての細かい情報が出てきますし、で、もう一つ。 アクティビティの方がオンになっているとコメントであるとかまたはファイルのバージョンですねそれを管理することができます例えばコメントですねここをクリックするとこの書類に対してのコメントですねそれを追加することができますはいそしてコメントを追加とやるとはい こんな感じで通知も出てきましたね。はい、ここにコメントが表示されています。えー、このような形で、このですね、書類に対するやりとりは全部この画面で進むといった非常に便利なですね、構造となっています。また、コメントを入れるだけでなく、このファイルに対してですね、何らかのまた作業を加えて更新した場合には、その旨もこのアクティビティに出てきます。 では、イラストレーターに一回切り替えて、えー、先ほどのファイルですね、これ、クリエイティブクラウドファイルのフォルダに収められているファイルとなっています。では、これを例えば、まあ、ちょっと位置なんかを変えてですね、はい、そして保存してみましょう。はい、保存して、今ですね、上書きが行われています。えー、これちょっと緑の点がですね、クリエイティブクラウドのロゴについてますけど、これは通信されているという状態ですね。 はい、そしてですね、動機が、今こちらの内容とサーバー上のもの、動機が行われると、ここでですね、書類の内容を確認すると、はい、先ほどの内容ですね、変更した内容が反映されています。そして、アクティビティの方には、このコメントの前後とかですね、 はい、このように、いつ保存を行ったかですね、それが記録として出ています、えー。こういったところも含めて、更新の情報が出ていれば、以前から変わっているかどうか、そういったところも判断することができます、えー。ただ単にですね、このファイルのビューアーとして使うだけでなく、こうした作業上のコミュニケーションのツールとしても大変便利な作りとなっています。えー、この機能ですね、ぜひとも活用してください。